雪不足の影響で去年末以来営業を休止していたアップカンナベスキー場、今月24日からの大雪でおよそ1ヶ月ぶりに全面営業再開となりました。今日は好天にも恵まれ、積もりたての柔らかな雪を楽しもうと多くの人が訪れました。めっちゃ滑りやすいです、はい、エンドレスで滑っていきたいです。休憩なしで、うん、休憩なしで、はい、じらされましたね。待ちに待ったという感じで今日は楽しみたいなと思います。兵庫県北部に11あるスキー場すべては営業を再開していて、アップカンナベスキー場は雪がある限り営業を続けていきたいとしています。